り上がり。はい、というわけでおはようございます、磯丸です。スローパチステーションです。いや、ものすごくここめっちゃ声が響くんですけど、まああのね、スロットシグマカカミガハラです。これ僕さっき調べました。打ちたい台はそんなにまだ決めてませんまあ入ってからわーってまったり決めようかなというふうには思ってます。はい、というわけで、成り上がり階段6突破しなければいけない目標、こちら。というわけで、今日も気合入れて頑張っていきたいと思います。いやー、これね、ずっと昔からやりたかったな、やがりあるんで、やっていいかな。いきます、よいしょ。スロットシグマ各務原天さんで闇上がり。天の声が聞こえる。はあ、死んだおばあちゃんがこっち来とるわ。おーいなんかそこに川見えるんですよね。これ渡っていい？これ渡っちゃダメなやつ。ああ、溝だ。危ねえ。まあ、ちょっとね、今日カメラマンが結構なんか好き嫌い接するやつで、本当にあのご飯の方ね、スロット打った好きなみたいな、そういうのじゃなくて、ご飯をあんま結構好き嫌いするので、一番嫌いなのは何、ミートスパゲティかなんか、なんかその辺な、なんかケチャップ嫌いらしいんですよ。克服させてるわ俺が、うん、スロットで克服させてるわ。ケチャップ嫌い直します。時間もかけられてるしよし行こう。よし、もうね、カメラマンのケチャップ嫌いを克服するためのどこにあるんだ、リノ。リノ行こうぜ。じゃあまあ今日、まあ打ちたいのはこれなんですよ。でこっちにリノがあって、でこっちにスーパーあるんですよ。どっちがいい？まあまずはこっち行こうか。ヤバくなったらすぐリノ行こう。はい、というわけでリノで勝負しよう。行こう。トマト嫌い克服しますわ成り上がり。はい、というわけでトマトの声が聞こえたんで、リノ行きましょう。まあ今カメラマンから聞いたら、明日は山口県だから今日のケツは早いよって、6時27分の、新幹線に乗らないと間に合わないぜみたいなって言われちゃったんで、あ、もうせやべえなと思って、まあ、リノにしました。まああの絵的言ってもよかったんですけど、こういう日に限って多分出ちゃうと思うんですよ、めちゃくちゃ。まあ、あんまりクラス出て、あ、いけねえってなっちゃうんで、まあ幸い昨日、まあ、ゼータガンダムで、まあ、4500枚叩き出したから、ようやく鷲津の呪いから解放されたのかなって、抜かれた血は帰ってきましたね。本当に死ぬかと思ったけどね、絆の6打ってもまくれずまくったのはゼータでしたわ。鬼浜も全然あかんかったしな。あースーパー行こうよ、スーパー。まだ早い、まだ仕掛けるの、まだ早いね、まだ早いね、まだ1回もトマト止まってないしね結局どこが面白いのこれ、中押しが面白いの、ラインによる。うん、あ、なるほど、そういうことか。
あーなるほど。あ、だから青リンゴ止まっちゃうからみたいな感じ。なるほどね。じゃあとりあえずは逆押しにしとこう。おー来た、本日1回目や。74ゲームしれっと来たね。じゃあどれがいいと思う。これもう全部ベッテンに任せるわ。斜めラインはバーらしいです。行きましょう。全然嘘じゃん。これさ、広角に入った時っていう認識おかしいよな。ボーナス今だから、今が言ったら当たり中だもんね。でその状態から普通の状態に戻してっていう話だもんな。うん、天才だよな、考えた人。実は俺も同じの考えとったんやけどな、財力がなくて出せなかったわ。ピノ6択やで俺。チョコレートつから6個出して6択6択がやばいな。なんか違うんだよな。なんか違うんだよな。なんか違う。え？なんか違うよね。普通の理論でいいのかな。普通の理論でいいの？ダメだと思う俺。だから俺スーパーの方だったら絶対人に任せないし、女もポンコツケチャップ大っ嫌いカメラマンには任せないから。言い過ぎか。よげ、もうちょっとマックスいくか。とりあえずこのメダル使い切ったらマックスいきましょう。5本使いましたね。悪いみんな、お待たせしちゃった。ひりついてなんぼでしょ、リノなんてもんは。というわけで、まあもう本当にここからはというか、まあさっき一回ね、普通のリノでトマトチャンスあって、まあカメラマンに託しちゃったけど、もう全部本気自分で行く。もう女もケチャップ嫌いには任せられへんわ。ほんまにケチャップ嫌いなの？全然好きやんな。まあでもなんか俺ほんと脳が焼かれちゃってるから、結構ほんとに重度の病気だと思うから、なんか普通のリノじゃ出なかった。汁は出なかった。ここに止まっても、俺やっぱスロット打つのって汁出すためにやってるから、すげえエロい感じで聞こえるけど、そういうことじゃなくて、ケツを浮かせたいわけよね。ケツ浮かせんだとやっぱりね、ちょっと荒っぽいやつの方がいいのかな。おお。早いぜおい、48。これですよ、このケツの穴が今ね、本当にすごい。こうね、うんこあるとする、うんこやめようか、もうよってなったから、さあーっと俺あえて逆に本当にこれ冗談ラインの時、あのパーなんですよこれ、ガチ。もういいですか、俺聞こえたんで、トマトの声聞こえたんで、いきます。ドラパーのレッシェイ、見ましたか、ありがとうございます。いや早い、投資合計7本っすね。ここでは2本しか使ってない。いや、やっぱ時代はマックスですよ。やっぱこの緊張感がないとやっぱあかんわ。行きましょう。よし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 、ここからやからね。てってんてててててんやから。うわー気持ちいいわこれ。トラパーの風を感じたからね今俺、トマトの汁を感じたよ。 OK。 でもこれなんかずれたらいいやとみたいな、熱いみたいなやつやんね確か。うちのスタッフめっちゃリノ好き多いんですよね。さあ、はい、
これね、もしかしたらでもね、マックスマジで落ちんから大丈夫だよ。はい、大丈夫っすね。あ、大丈夫やんなこれ。あ、そうだ、あ、これリーチミニプレイだこれ。あ、そうなんや。はい、じゃあというわけで当たりやね、ビッグボーナス、イエス、よし来た。いや、勝った勝った勝った、これはさすがに。ああ、行こう。よしよし、昨日のゼータの引きは残ってるわ。まあ言ってこのライの攻略法はもう本当やっぱトマトの声が聞こえるか聞こえないかですよね。やっぱ本当言葉って結局受け取り方によって意味が本当変わってくるんですよ。トモ君はもう本当にまあ物事を一つ、まあ例えば好きっていう言葉一つにしても受け取り方次第でいろんなね、受け取り方ができると。まあもちろん言った方もね、の意図もありますけど、それをどう汲み取るかはまあ受け身の受動してる人の、自由ですから。ということは僕たちが本当に聞こうと思えば耳を澄ましてご覧なさい。トマトの声聞こえるから。ありがとうございます、磯丸です。頑張りましょう。いや、なかなか連絡しないからね本当に。うわ終わったわと思ってもなんかいきなりいきなりバー止まったりあるから。ほらここ、ほら危ねー危ねー危ねー、マジかマジか。まあ言って24分の1であの出目、あの2択来ちゃうからって考えるとまあ妥当なんだわ。今21ゲームだしね。さあ落とさんぞ俺は。ほんまに俺単発終わるとこやったやんけ。危な、トマトの声を聞け。お、粘りすぎじゃね。めちゃめちゃ怖いんだけど、どんな生きしてんだって。もうやめろよ、危ねえ、マジで本当せめぎ合いだわ。トマトとの心理戦みたいな、ライアーゲームみたいになってる今。トマトって本当だからよねーよねーよねーってなってる今。大丈夫っすね、大丈夫、いただきっす、いただきらっしゅ。よしよかった。あぶねえ、本当に危なかったマジで。2回視線をくぐり抜けてきたから危なっ。どれどれ、なんかリーチ目で出たみたいです。怒られました、やる気ねえんだったら帰れみたいな。すいません。頑張ります。てなわけで行きましょう。ちょっともうさっきみたいに危ういのは良くない、サクサク当てましょう。OK、 これはいただきラッシュですね。よし、いや簡単だわこれ。スーパーだろうが何だろうが、でもやっぱスーパーやからこそやね、今いい感じになってると思う。これがやっぱ普通の理論だともうなんか転落してもしょうがねえよみたいなってなっちゃうと思う。俺やっぱ断然こっちの方が好きだわ。やっぱもう脳がもう焼かれちゃってるからね、バグっちゃってるから。あらっぽいの好きなんだわ。あ、そうか、化けか、行きましょう。変な汗かいてきた。これはあれ、これもあっちリーチ目、ありがとうございます。違和感がすごい。はいはい、下段でいただきます。ありがとうございます、早い、助かる。やべえ、やっぱ早えわ、出玉がもう下からパンパンだから恐ろしい。おーらい、いいね、箱使います。いやいいね本当に、6連目をかけたバトル、継続バトルですね。
わーもうあざます、素晴らしい、超速い、ワンダフォーワンダフォー言うたねこいつうわ最悪やこれ、345枚で最悪じゃんこれやらかした、まあしょうがない、行きましょう。タンタタタタタンタンタタタタタンタンタタ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 タ、怖え、これはちょっと怖い。あ、これ大丈夫じゃないですか、これ大丈夫っすよね。下段はでも、まあまだいるよっていうことですもんね。これがこれか、これがリーチ目か、よし赤で揃えよう、よっしゃー、よっしゃー、危なかった、ちょっと怖かったけどね。俺もしかして今凱旋より出んの早い、マジで。でも見てたら打ちたくなってきた。いやー、やっぱリノ好きはそうだよね。俺そこまでさ熱狂的なリノファンではないけど、まあやっぱこうなるとやっぱおもろいもんね。やっぱどの瞬間に一番脳汁出んの。ド M だな、また同じことの繰り返しちゃうそれ。まあカラーオブザハートみたいな感じやな。もうダメだとと見せかけてね、まだいたよっつって、どうだと抱いてもって。おほー来たー、さあ終了かね、さあ行こう、はいよ。やっぱこのライン本当液晶ないのに脳汁の出させ方がうまいっすよね。だから昔のライは僕本当打ったことないか分かんないけど、2号機とか3号機とかさ、そういう時代ってやっぱもちろん液晶ないじゃないですか。でもやっぱりああやって打つ人がいるってことは、多分今よりもものすごく脳汁の出方がすごかったんだろうなっていうのは容易に推測できますよね。ここあーいい、リノだとこのレベル出てテンパんなかった時点でもうやばいっすもんね。だからスーリノはぼちぼち大丈夫なんで、本当に今のどうしてるかもしれないですけどね、もちろん。うわやめて、21ゲームか、なんかちょっとヤバそうな雰囲気は出ちゃってるね。いやまだわからんよ、まだわからん、マイムマイム聞くまで俺諦めねえわ。うわマジかマジか、26ゲームバーをあえて、いやだから青ならだね、お下段に押す、あ枠下に押す、いきます、ここあざっいやまあでもね、ある程度球持てたんでもう全然大丈夫。1682枚出ましたね、グラフもねすごいことになってる今、ピョイーンって真上にピョイーンっつって、おーふぅ来たか。いやー269ゲームこれさ、やっぱ狙ってさっきダメだったからちょっとずるいけど、ひたすら使っていいですか、ちょあんまやりたくなかったけど、カゴメトマトジュース作法使っていいですか。これ今んとこ勝率 100% なんで、トマトをまあここだね、このラインにしっかりとこのトマトを揃えて、めっちゃ見る、めっちゃ見て、めっちゃ見て、押す、いきますね、トマト、トマト、トマト、カゴメトマト、声を聞け、いくぞ、トマトの声、はい、コイン、
誰だってこの必殺技考えたやつ。あートマトがどっか行った。トマトの子行った。せめてさ特殊1枚成立してハマってほしいね。一回も行けてないからまだ。わー全のまれするかも。特殊1枚一回も成立にせずに全のまれっすねこれ多分このままやと。いや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 、おいや今なんかちょっと前立腺ビクってした。これはちょっといつもだったらバー狙うんですけど、なんか違うって言われた今。バーでも赤でもないところ、赤下段に狙うか。もう一回逃げちゃダメだよな。うん赤って言ってるわ、声聞こえたんで行きます。こいやこれアップクスアップクス。もう無理かもしれん。俺思ったんだけどさ、トマトは喋らねえよ。トマトに声なんかねえよ。いやー入っちゃうか。2万円目、2枚目入れちゃいましょう。まあここで決めるよ俺は。逆転の3000枚があるからねこの台は。ちょ流れ良くないから一旦飯行って流れ変えま変えま。兄貴まだ分からんすよ、まだ分からんすよ。下段コインだけはマジ勘弁して、飯行く前に決めときたい。いやもうこれはねもう決まっちゃってるんで分かんない。下段コインかトマトなんですよね。いきます。大五目クソマジハンマいやー心折れそう、心折れそう。あーくそまあ飯行くわ。成り上がり OK。 じゃあまあ休憩行ったんで、まあ気を取り直してトマトを揃える作業をしよう。もう次にトマト揃った時がもういつもあるく大逆転劇の始まりですからね。やっぱ上げて下げて上げるのが一番いいからね。パンパンパン、うわー俺耐えれんかもしれんわこれ。知らない方がいいよねもう。まああんま言い訳にしたくないですけど、ちょっと時間が限られてるんで、しかもかなりギリギリなんで、まあ、やっぱりそろそろ当てときたい。現在800ゲームと、あんまりトロトロしてる時間はないんでね。とりあえず上段に止まってくれ、ドキドキさせてくれ。コインでいいから、コインでいいから上段に止まってほしい。おーコインでいいから頼む。いやコインでよくはない。ちょっと俺目つぶって音で確かめるわ。いきます、頼む。ブルって言った今なんだあの払い出しを、ブルルって腹立つ。くそ、まあリロの定めだわな。じゃあ4人目のトマトいきましょう。俺はこれ時間までにトマト揃えられるのかな。無理そうな気がしてきたぞ。
そろそろ揃えとかんとやばいよな。20までに無理やったらもう諦めよう。いや20までに無理だったら諦めよう。背中を押してくれる一枚役。諦めなっつって。何分割りはまくれると思う？2000枚出すのに1時間かかるよね絶対。うえー、もうこれもう俺無理だわ多分。なんなら今ちょっとバーだったんじゃねえのかなって思い始めてる。これが順押しの嫌なとこだね。裏目になっちゃう。おー、いやもう俺だからこれだからコインフォローしちゃってるから無意識に。もういやでも狙うぞ。緑の下のトマトね。ほら来た1294ゲーム。よっしゃ。待ってまだ間に合うんじゃない？丸くまくれるよねこれ。いけるまだギリ間に合う。行くぜおい、こっからだぞ。逆転劇の始まりや。投資が3万3000円かな。1650枚。全然いける。やれる。大丈夫、いける。怖かねえやんなもん。とりあえず安心させてくれ俺を。リプレイ確率3分の1になったら終わりですから。まだ全然大丈夫。おし、これはダメなんですか？あ、そうか、コインかだから。これさ俺たまにあんだって。あーよかった、もうよかった。まあコイン上空期待度かなり高いと。あ、メダルなくなってごめん。3万4000になった。いやー逆転できる。10連刺したら間違いないから。あー、さあ行こうか。上げてこうぜ。行くぜおい。オープンねー4ゲームやめろってマジで。おえー、まあでも大丈夫、もう大丈夫。視線は超えたわ。 OK。 いや、まだ全然いける。いや、やばい、これやらかしたか、これ。あ、よかったごめんなさいね。よいしょ。まあ、でも大丈夫ですね、これは。ビッグボーナス、よっしゃ。怖かった。何度視線をくぐり抜ける。お、すげえ、111よ。何回視線をくぐり抜けんだって。おー、はい。おー、びっくしゃー、今のはいい。タッツタタラスタラスタラスタスタラッツタタラ。おーらい、いいね。行きましょう。あるよ。うわ、もうたまんねえやこれ。
1ゲーム連ですよ。ワンダフォー、ありがとうございます。セクシーコーヒーガールセクシー、ふふー、たまんね、ふいいね。あ、両サイド誰もいないで大丈夫です。一応よっしゃ、行くで。こっからやね。いいね。おお、エロすぎる。もう最高。しかも6枚しか使ってない。なんなら俺が今ちょっと揃えるのはあれだったから。いやー、いいね。もうほぼ逆転っすね。あ、もうこれ逆転や、逆転。最後のも余裕を持ってあと5連ぐらいさせておきたい。257枚取れたね。めっちゃうまい。最高。怖い、これは怖い。ちょっと俺調子乗ったかも。まだ分からん。耐えろ。あー、いやー、よかった、まだいましたね。ここ、あー、いあー、まだいける、耐えるね。あー、危ない。4回に1回はやばいんでね。まだある、まだある、大丈夫だ、やばい。あー、はーい。おーほー、え、11連してんの、やるね。いや、どうですかこの逆転劇。ありがとうございます。やっぱね、もう完全にしつこいようですけど、わしずの呪いは解かれた。もうほんとね、やば、もうほんまベッティのせいやからね。いや、そんなことはないか、多分もう僕のせいなんですけど、赤木に全部吸い取られて、でその時のカメラマンなんですよ今日。もうね、まあ、ベッティで始まりベッティで終わったね、このやばい流れは。まあ絆でも初めての六角とか出せたし、この呪いの間に出なかったけど、あんまりで、ゼータガンダムもめっちゃ出たし、いいゴールデンウィーク明けだったわ。このクールは結構荒れたね。収支グラフえらいことになってるよ。本当にこのシステム考えた人は紛れもなく天才ですよね。常に当たりの状態にするっていう瞬発的脳汁がやばいもんな。おお、12年目か。これで2000枚出ましたね。いいね、1回のトマトでこれだからね。まあ1回のトマトの平均獲得タイムアイスが大体1000枚って言われてるんで、すごいっすよね、1000枚獲得タイムアイスあるって相当すごいっす。まあ言うならば、まあ、ゴッドでまあ600枚700枚って言われてるんで、それよりもすごい、すごいよ本当に。抽象的だけどね。パパパンパパパンパン、オーケー、さあ行こう。まだまだだよ。いや、もうさ、一時はマジでもう本当終わったと思ったんだけど、全然終わってない。もうさすがの破壊力。もう一発トマト持ってくんだけで、マジでもう世界が変わる。まるでデスノートを拾った八神ライト君みたいな感じだわ。まあ、あの人もともと天才やけど、
今ちょっとやばいレバーした気がする。あーやばいか、ちょっとね今のレバー俺雑だったわ。あまだ大丈夫だったわ。あー怖え、これやらかしたか。うわーちょっときつい、終わった臭が匂う。あーいたんだ。あー滑ったね今。あまあもう現在48ゲーム、まあ、ほぼ50ゲームなんで、まあそうだね、残念ながらハッピータイムは終了やね。まだちょっと一縷の望みあるかなと思ったけど、まあもう完全になさそうなんで、これで終わりにしようかなというふうに思います。まあでも最後の最後いい逆転劇見せれたかなというふうに思うんで、まあ最後グラフだけちょっと見てもらえたらなというふうには思います。まあ戦い点数めっちゃ少ないですけど、まあグラフがこれですね。ごめんちょっとこれ分かりにくいな。こうすればいいかな。はいこれ、まあこっちこのマックスの方では2200回転だけで、まあこう一回ここまで1300回転があったんですけど、最後プラス息行くことができたんでバンジー OK ということで、まあなかなか、楽しい連チャン劇やったんかなというふうに思います。トマト最高、汗がやばいっすお疲れ様でした。ウェイウェイウェイ、あーくそ、これ変えてくれ、ちょっと早よ早よ変えてくれ、変えた変えた、おいガーッ、よしな変えてくれ早くしろよ、おいこの選択が大事なんだよ。いくぞ、これだろ、くせえ、あーくそ、もう一回や、ここや、ここ、あーくそ、あんましやっけ、ボランチこや、あーすっごい、ここか、これじゃ2択だ、もう一回これだ、これいいトマトだろ、入ってるよないっぱい あるよなこれ、少ないけどな、これトマトだよ、トマトだ、トマトだよな、よしちょっと変えてくれ変えてくれ。ちなみに投資の方は1550枚1450枚、1400枚、ああちょっと投資の方は1400枚で、回収が実はリノで1800オーバーで1900ぐらい出たんだ、だけどあれなんだわ、最後にちょっと3段打っちゃって、惰性で打っちゃって、会社は1740万ぐらいかな。まあでもプラスプラス、でも俺はもっと今もう3択の精度を当てるために、もう頑張ってるから俺、マジで。行こう来い、そっち、えそっちこっちこっちね、音で半分、オッケーオッケー、音でね、音でね、来い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 、もう一発当てるわ、来い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 、ここや、いた、これこれや、いたかおい。で最後、まあこれ本当に俺三択だと思ってて、まあ今結構三択当てれたじゃん、当てれたじゃん俺結構、まあこれも、まあこれはちょっと外しちゃったけどさ、まあこの野菜ジュース当てれたし、そろそろいけると思うんだよね三択。何の三択、何の三択聞いちゃうこれ、ずっとさ好きな子ってさ、マジ告白して成功する可能性 33% だと俺は思ってんだよ。なるほどね、うん、今行っちゃっていい、やばいか、やばいか、いや今行こう、まあもう開いてんだけど、これピッピやろさ、ちょっと一緒に見守っててくれん、ちょっと固定しとこう、あ、やべやべやべ、俺のスタンプのセンスも入れるスタンプ、まあこれはまあいいとして
まあシンプルイズベストだね。まあ確かに、うん、シンプル。行くか、行くぞ。もうマジでもう本当に3択やと俺は思ってるから。いけるね。行きます。えいっ、じゃあ行ってこい。え、はいよ。なんでこんなの。いや、多分送り間違いかもしれない。送り間違い、いきなりだからそれ。これ、ちょっと待って、まず、ミスかどうかだけちょっと確認しよう。いきます。えい、早くね。公式アカウントにメッセージ送って、メッセージ送れませんって言われた時と一緒なんだけど。これで無理だったら、まあ、もう本当にどうしようもないと思う。よっぽどだって 3回目だからね。確かにこれはもう当てやんといかん。33番当てやんといかん、ね。あ、待った、あっち。もう無理ですわ、これはもう無理だ。ちょっとごめん、やっぱ肝心なところでのトマトの3択を当てれても、この三択当てれなきゃ意味ないわ。お疲れ様でした。あー、くそー。